けると3つやってますね。売上の管理とか、いろんな道筋を立てたりとか、あとは自分のなんかブランディングのこと、インスタとかの YouTube とかやったりしてるんで、まあ、そういうのをアップしたりとかする時間でしたりとか、あとは僕はオンラインサロンをやってるので、オンラインサロンの資料を作ったりとか、動画のコンテンツとかがあるので、そういうのを主に作ったりしてますね。そうですね、色温度を撮るときも調整してるんですけど、ちょっと天候によって少しずれてしまうので、色温度と明るさぐらいですかね。だからまあ肌の特性とかそういうのをあまりしないようにしてますね。なんかね、いい感じにしなきゃいいかな。ちょっとまあ T シャツ1枚とかもそうですか。これでいきましょう。これで良き今日のモデルさんもう2年ぐらい担当してるんですけど、まあ、こういう感じで普通にカットの撮影したりとか、今日やるみたいに一眼で撮影する時なんか、このスタイルなんかだと、さっき言った僕の女性像の3つの女性像を1日の撮影で3種類作るっていうのをやってみましたね。クール、カジュアル、ポケティッシュみたいな感じで、季節感とか髪型とか、あとはモデルの香里さんの気分とかでこうヘアスタイルっていうのを今までいろいろ作らせてもらってますね。やっぱ一人のモデルさんでいろんな髪型を撮るっていうのは僕結構大事にしてて、お客様もやっぱ1年間でいろんな髪型にトライしたいと思うので、それを同じモデルさんでやるからこそ、いろんな髪の表現、いろんな女性像の幅っていうのが作れるっていうのを結構表現するようにしてますね。よし、じゃあ撮りますか。はい、じゃあ一応ビフォーアフターだけ簡単に撮りましょう。そのスタッフのターゲットとか売りにしているものにもよると思うんですけど、どういうターゲットに向けて発信するかによって、写真のこう質感だったりとか、自然光で撮った方がいいのか、ライトを当てて撮った方がいいのか、あとはモデルさんの表情とか、あと画角とかですかね、まあ、その辺がやっぱ届けるターゲットによって撮り方って変わってくると思うので、まあ、その辺は結構スタッフ一人一人に向けてレクチャーしたりすることはありますね。頭皮の骨格とか、頭の骨格か、頭の骨格をこうね、感じろみたいな、よく言われてましたけどね。やっぱここでしっかり確かめてカットに入るっていうのは、すごく理にかなってるなっていうのは思いますよね。今となっては、でももう見ればわかりますね。あの顔の形と骨格ってリンクしてるんで、まあ、顔の形見て骨格見ると大体わかりますね。休み仕事しちゃってますね、気がつくと。もうちょっとプライベートの時間を持とうと思うんですけど、気がつくとカフェに行っちゃってますね。ちょっとつなげたい。つなげますかね。はい。なんか自分でこれやるって決めたものに対しては、自分の意思でやろうと思ったことに対してはやっぱ継続してます。全部こういうカフェで定期的に作業するっていうのも自分の中で継続で、やっぱそれが全てにつながってるなと思います。ユキです。ヨイです。ヨイです。カオリさん、初めて僕がオファーさせていただいたときは、ちょっとモテスイート系な雰囲気でしたよね。ね、うん、もともとそういう雰囲気だと思うんですけど、結構あえてちょっと違う感じ作りたいなと思ってやらせてもらったんですよね。うん、そうです。自分も生きるんだって思いました。あ、本当ですか。うん、できるんだって思って。結構雰囲気ガラッと変わりました。ガラッと変わりますね。変化をつけるって大事だなって思います。うんうん、そうですよね。うん、いつも同じような雰囲気でもあれなんで、うんうん、その人の持ってるなんか違う一面というか、うん、ちょっとこう引き出しみたいのって、
スイートな感じすごい似合うなとは思ったんですけど、うん、少しこうもうちょっとラフな感じとか、うん、カジュアルな雰囲気も絶対合うなと思って、うん、撮影してみたいと思ったんですよ、初めのきっかけは。あ、そうなんですね。そうなんですよ。だからちょっと王道じゃないところで、うん、ちょっと撮影しようと思って。土田さんとの撮影重ねていくとなんか、うん、私土田さんのイメージがすごい定着して、うん、土田さんですよねみたいな、なんかよく土田さんで撮ってますよねみたいな、だから多分、はい、キュートな、うん、説明もあったんですけど、そっちのイメージも定着してきてて、なんか撮影の幅が広がった。広がった。へえ、めっちゃ嬉しいですねそれ。はい、クールな雰囲気の撮影とかも、うん、はあ、どんどん増えてきて、はあ、へえ、いけるぞって。まあ、僕でも本当やっぱ髪型作るときはやっぱそういうのは新しいステージだったりとか新しい女性像で幅広げたいというか、うん、結構あと年齢に応じても変わってくるじゃないですか。変わりますね。10代後半から20代になった時もそうだし、うん、結構段階踏んでなりたい雰囲気変わってくるじゃないですか。変わりますね。察してお答えできるというか、うん、それってすごく美容師として大事だなと思って、うん、でそれをなんか言われるのを待つっていうか、こっちがちょっとこう見出してあげるっていうか、あ、それはなんかすごく僕は意識してるかもしれないですね。そうするとなんか記憶にも残るじゃないですか。そうですね。新しい自分をこう見つけてくれたというか、うん、いや本当普通に綺麗だなと思いますね。肌は褒められます。ああ本当綺麗、うん、透明感って。店舗目を考えているので、店舗展開を考えているので、まあ、求人のこともそうですし、まあ、お店どういう展開でやろうかっていうのもありますし、あとはまあ、お店でプロダクトの開発も今考えてて、まあ、その開発のこととかもそうですし、あとは日々 の、 そのオンラインサロンもそうですし、結構個人のこととお店のことと、あとそういうオンラインサロン、何時とかな、結構次々と新しいことをこの辺で結構やることが業務が増えてるかもしれないですね。コテを巻きつけるっていうよりはこう丸みのあるストレートアイロンっていう感覚で全部巻きつけてカールをつけるっていうよりはこの曲線を作る棒だと思って僕は巻いてますね。ちょっとずつでもいいので伸び続けるっていうのが大事かなと思いますね。フォロワーさんが減っちゃう時っていうのはなかったですね。1日1日で必ず増えるんですね。投稿も1日必ず朝8時から9時にどんな日でもやるみたいな、すごいもう使い合いの日でも絶対あげるっていうのはやってますね。結構変えますもんね、ここはね。多分僕そんなに他のショートとかを売りにしてる美容師さんは分かんないですけど、そういうショート売りの美容師さんの中では結構撮影好きな方かもしれないですね。だから僕結構ショートカッターっていうよりは結構ショートデザイナーみたいな感覚でいたいなっていうのがありますね。で結構こんなに時間かけて巻いたけど、ここから僕は結構崩しちゃいますね。フォロワーを増やすのももちろん大事かなと思うんですけど、やっぱ本当の意味でのなんていうんですかね、ファンを作るってわけじゃないんですけど、まあ、僕のことを支持してくれるフォロワーさんっていうのをしっかりつけたいなっていうのは思いますね。あ、いいですね。ちょっとリラックスの感じで、あ、いいですね。そうですね。で、大体写真撮るときは画角がバストアップ、ちょっとこのぐらいですかね。で、上も切らないようにしてますね。やっぱなるべくリラックスしてほしいんで、
なんか座って撮ってもらうことが多いかもしれないですね。立ちよりはなんか少しこうリラックシーな雰囲気というか、ちょっとこうヘルシー感というか、そういうのがやっぱ作りたいんで、あんまキメキメすぎない方が好きですね。ナチュラルすぎないのは意識してますね。普段の営業スタイルにちょっと 5% から 10% ぐらい少しデザイン性をアバンギャルドというか少しこう作り込むのを意識してます。あんまモードとかによりすぎて一般の人が支持されないようなスタイルは作りたくもないですし、ちょっと憧れを抱いてもらえるぐらいのちょっと遊び感っていうのは意識して作ってます。だからこれも結構そのクールなのかちょっとカジュアル系なのかでメガネの種類も変えたりしてますね。ちょっと一回ちょいがけぐらい。あ、いいですよ。あ、でも普通にかけちゃった。あ、やっぱちょいがけで。すいません。かわいい。かわいさん本当ね、いろいろ似合うんですよ。美容業界でも言われると思うんですけど、100人って100人、ね、全員幸せにすることが難しいとかって言われたりすると思うんですけど、僕は本当の意味で100人にしっかりちゃんと寄り添って、その人にとってベストなものっていうのをちゃんと届けてあげれば、100人来たら100人を幸せにできる技術とかそういう似合わせとか接客っていうのがあると思うので、それを実現したいなっていうのと、あ、いいっすね。いいっすね。シャッターの声か決まったね。あと結構撮影大体月に3回ぐらいするんですけど、なんかみんな周りの人にはなんかもうそんな撮影しなくていいんじゃないみたいな言われることもあるんですけど、まあ集客で別にそんな困ってるわけでもないですし、今 SNS で美容師さんやってて、まあ撮影しなくてもね別に売り上げは作れるっていうふうに言う人もいると思うんですけど、やっぱ撮影するって結構美容師としてのバランス感覚とか、やっぱデザインする上での奥行きとか幅っていうのがやっぱ僕一番磨けるなって感じるので、なんか撮影はもうほんとずっとやり続けてますね。やっぱ売れてない時代はいい作品作ってヒットスタイル作んなきゃみたいな、結構肩に力入った感じありますけど、今はなんか楽しんでやってるし、ゆるっと自分らしくなんか楽しみながらやってるかもしれないですね。はい、こんな感じですかね。はい、もうバッチリです。いいに撮りました。ありがとうございます。ありがとうございます。美容師の価値を持ってあげて、海外だとやっぱカットで50万円とか20万円とかそのぐらいの料金設定にしてる美容師さんも結構いると思うんですけど、日本ってなかなかいないじゃないですか。そこをもっと当たり前にしていくというか、美容師っていうのはもうこれだけ、ね、日々努力して技を磨いて全ての時間を注いでやってる美容師さんがすごく多いと思うので、もっともっと業界自体の価値っていうのがもっと上がってほしいっていうか、それこそ美容師さんがこう一般的に結構給料が低いとか、親御さんとかにもあんまりこう承諾してもらえない職業だったりするんですけど、これをもっともっと憧れの職業でもあるし、ちゃんと稼げる職業でもあるし、社会的な地位としてもすごく高いところになんか持ってきたいなって、まあ、一人で持ってくことってできないと思うんですけど、まず僕から発信して少しでもそういう美容師さんが増えてくれたらいいなっていうのが、まあ、僕の目指すところかなと思いますね。